白尾温泉は、北海道白尾井郡白尾井町にある温泉。国道36号の旧道沿いに、ピリカレラホテルをはじめとする数軒の施設がある。1990年代までは、白尾井町市街地に、白尾井厚生年金保養ホーム、白尾温泉ホテル、ポロと温泉の3つの温泉宿泊施設が存在していたが、2000年代以降、各宿泊施設に大きな変化が生じた。 白尾井厚生年金保養ホームは健康保険福祉施設の整理が進む中で神戸物産に売却。2007年よりビラスピカ白尾井として営業が行われるも親会社の事業見直しに伴い2009年7月27日に閉鎖。白尾温泉ホテルは営業終了後に取り壊されて2012年4月27日よりピリカレラホテルが新規営業を始めた。 ポロト温泉は宿泊の受け入れを中止して日帰り温泉として営業を続けていたが敷地が2020年オープンのウポポイの一部となるため2017年3月31日をもって営業を終了した白尾委長は国立博物館の隣接地にポロト温泉の後継施設設置を公募し2017年7月7日優先交渉事業者に八重山ホテルマネージメントを 選定している。ありがとうございます。